1964年インスブルックオリンピックのフィギュアスケート競技は1964年1月29日から2月6日までの競技日程で実施された。ABC 当初、マリカ・キリウスハンス・ユルゲン・ボイムラーが2位、デビー・ウィルクスギー・レベル組が3位、ビビアン・ジョゼフロナルド・ジョゼフ組が4位であったが、キリウスボイムラー組が当時禁止されていた。 プロ活動に抵職したとされ、1966年に、銀メダルを剥奪、ウィルクスレベル組が繰り上げ2位となって、銀メダルを授与、ジョゼフジョゼフ組が繰り上げ3位となって、銅メダルを授与された。1987年、IOC は、キリウスボイムラーの名誉回復のために、再び銀メダルを授与した。この問題について IOC は2014年正式に、 キリウスボイムラー組と、ウィルクスレベル組が2位銀メダル、ジョゼフジョゼフが3位同メダルと最定した。1964オリンピック、スケーティングペアオンリーナウディスカバリング・ゼア・プレイス。ザ・ニューヨークタイムズ、httpwww.2times.com、2013、12、14、スポーツ・オリンピック、1964オリンピック、 スケーティングペアオンリーナウディスカバリングゼアープレース HTML インスブルック1964フィギュアスケーティングペアズミックスド国際オリンピック委員会 https://www.olympic.org/.innsbruck-1964/.figure-skating/.pairs-myxed. ありがとうございます。